思っちゃってたら依存タイプのメンヘラ女になっちゃうんですよ。ちょっと今日は真面目に語りました。ヴィーナス杉口カナでございます。このチャンネルは自分のことを大好きになって大好きな彼をお金や世界から愛される方法をお伝えしているチャンネルとなっております。はい、本日のテーマはこちら。これが分かっていると幸せになれる結婚の条件というテーマでお届けをさせていただきます。結婚すると幸せになれるとみんな誰しも思っていると思うんですが、結婚してガーンってこう不幸になってしまう方もいらっしゃいますよね。結婚式当日にもう別れたいと思ったりとか、結婚して数ヶ月でああこんなもんじゃなかったのにな、あんなに一生懸命婚活頑張ったのになんでって思う方もいらっしゃいますよね。結婚してますます幸せになっていくとちょっと違ったぞって思っちゃう方、婚活一生懸命頑張ってる方からするとこの人だと思って結婚を決めたにもかかわらず蓋を開けたらえっていうことにならないためにも今日お話する内容、ぜひ本日も最後まで聞いててくださいね。それでは早速いってみましょう。最初に結論からの話になるんですけれども、今自分の幸せを自分で感じている人、自分軸で一人の時でも結婚していない時でも彼氏がいない時でもどんな時でも自分で自分の幸せを生み出し感じ取ることができて、ああ私幸せだなって感じ取ることがすごく大切なんですよね。今自分の幸せを感じることができる人って自分含め自分の周りの人たちの素晴らしいところとかあるものとか感謝しているものとかに目を向ける習慣があるんですよね。そしてその目を向けたものに対して愛情ある言葉とか感謝の言葉を投げていたりするから、またそれが巡り巡っていい人間関係を築いていたりして、そういった人って周りからも愛されるし運も巡ってくるから幸せに生きやすいんですよね。だから自分軸で良好な人間関係を築いている人っていうのは、自分はある I have ほにゃらら I have everything、 全てを持っているっていう認識のもと I have everything っていうマインドだから、その不足思考とかネガティブではなくてあるものベースで物事を考えることができる人なんですよね。だから彼氏ができたとか恋人ができたとか、まあ、結婚して旦那さんになったとか自分のパートナーができた時にもその相手に対してコミュニケーションをしっかりと取ることができる能力が備わっているんですよね。相性ってあると思うんですけど、例えば価値観の相性とかさ、全てが合うってないと私思っているんですね。全てが合わないからこそ刺激や学びになったり、価値観が違うからこそお互いにとっていい刺激や学びになるから、またそれぞれの世界が広がるわけじゃないですか。向上や成長し合えるいい関係だと思うんですよね。だから必ずしも価値観が合わないからダメだとかは私は思いません。最低限の共通言語とかマインドとか最低限の基礎はあった方がいいですけどね。結婚するから幸せって思っちゃったら、彼が自分の幸せを叶えてくれると思っちゃうじゃない。彼が全部何かをしてくれて自分の世界は彼が変えてくれる、こう思っちゃってたら依存タイプのメンヘラ女になっちゃうんですよ。結婚に限らずなんですけども、仲がいいからこそ甘えて絶対あると思うんですよね。親しき中にも礼儀ありみたいな、自分にとって一番身近な人に一番厳しくいるのじゃなくて一番感謝と愛情を持っていることを、例えば彼だから分かってくれるだろうとか旦那さんだから分かってくれるだろうと思っちゃったら、それこそ甘えだと思うんですよ。だから幸せって与えてもらうものではなくて自分で感じてちゃんとそれを循環していくこと、自分がもらうばかりではなくて自分が与えたいと思うこと、本当に相手のことを心から愛していたら、その女だからなんか愛されて当然っていう意識だけでなくて、あ、私は彼のことを支えたいなとか、彼のことを幸せにしたいなとか、彼が笑ってる顔が好きだなとか、愛情があるからこそもらうばかりじゃなくて自分も幸せにしたいって思うものが愛だと思うんですよ。男だから女だからとかそういうの抜きにしてですよ。男だから尽くすとか女だからしてもらって当然とかって思っちゃってること自体が甘えだと思うんですね。恋愛においては
女性は男性に対して不安から尽くしすぎるっていう行為は、これをするから返せっていう見返りがある尽くしじゃない。見返りがある尽くすは私は愛情ではなくて不安だと思ってるし、男性の女性に対するしてあげたいという欲求を奪っちゃってることになるから、それはやらない方がいいですよとお伝えしているんですが、ただ純粋に彼のことを幸せにしてあげたいって思う気持ちって愛想だと思うんですよね。だから自分も自分のことを満たしていないと愛を与えることができないから、自分自身のハッピーは彼に与えてもらうだけではなくて、ちゃんと自分でも感じて、その愛情を自分も出す、与える、ギブするってことですね。すごい仲良くても、例えば誤解とか喧嘩とか何らか衝突がしてしまう時があったとしても、感情論ではなくて、本当は私はあなたともっともっと仲良くなりたいからこういう感情を抱いているとか、根っこのベースの気持ちを伝えることも大切にした方がいいと思うんですよね。素直になることですね。わーってこう女性がその彼に対してわーってこう責めちゃったりするのって、すっきりしたいからだと思うんですけど、そのすっきりしたいではなくて、本当は彼と仲良くなりたいから分かってほしいから言っているっていう、本当の核、自分はなんでそう思ってるのかなとか、根っこの部分をちゃんと伝えることですね。身近な人のコミュニケーションを大切にすることですね。で、私もなんかこうやって YouTube で喋ってますけど、偉そうなことは言えません。私自身ができてるかどうかって言ったら、完璧とは言えないし、常にね、自分のことをまあ客観視できる余裕を持ち合わせていたいなと思います。ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。ちょっと今日は真面目に語りました。公式 LINE ではどんな女性も一度男性から愛される方法7 days を7日間配信しておりますので、ぜひ概要欄から登録よろしくお願いいたします。この動画が良かったなと思ってくれる方はグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだの方がいらっしゃればチャンネル登録もよろしくね。はい、皆様本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。 YouTube また配信してまいりますので、どうぞ次の動画もお楽しみください。それではまたね。